はいどうも、ゆきともです。今回はアニメ関連の動画となります。タイトルにもありますが、永遠に語り継ぎたい名作アニメトップ20と題しまして、個人的に思い入れが深いアニメを20作品ランキング形式で紹介していこうと思います。僕ね、もう生まれた時からオタクなので、がっつりいい作品揃えられたんじゃないかなと思っています。今回は2000年代のアニメに限定して紹介していきます。というのもね、最初はこうオールタイムベスト的な感じでトップ10形式にしようかと思ったんですけど、ちょっとね、選びきれなかったので、年代別に切り分ける形にしました。さらにね、トップ10じゃ収まりきらなかったので、20作品にしました。まあね、たくさんいいアニメが知れるっていうのはいいんじゃないかなと思います。特にね、うちのチャンネルは若い方も多いようなので、10年以上前の良作アニメをチェックできるっていうのは、とてもね、いい機会かなと思います。それではダラダラと喋るのもあれなので、早速行ってみましょうか。まずはランキング20位から11位までを順に紹介していこうと思います。有名どころからマニアックなところまで入っている気がしますが、ガンガン見ていきましょう。まず第20位は、東のエデンです。放送開始は2009年からですね。アニメ11話と劇場アニメ2作で完結した作品となります。劇場版最終章は2010年放映だったので、入れるかちょっと迷ったんですけども、2009年という節目の時代だからこそ生まれた作品なのかなと思って、こちらに入れる形にしました。ノイタミナ初のオリジナルアニメーションということで、当時ね、話題となった本作なんですけども、物語としては全裸姿で目覚めた記憶喪失の青年が、手に持っていた特殊な携帯電話であるノブレス携帯を使ってセレソンゲームと呼ばれる争いに関わっていく、ミステリアスな物語で話題になりました。で、このセレソンゲームっていうのが100億円を好きなように使って閉塞感漂う日本を救うというものでして、このセレソンゲームに巻き込まれる様々なキャラクターの思惑とか、あとは社会派な物語、そして記憶喪失の主人公とは一体誰なのかという謎が謎を呼ぶ展開がとにかく面白いんですよ。で、オリジナルアニメってね、こう先が読めなくて本当に面白いと思った作品ですね。で、ノイタミナの方向性を確かなものにした作品の一つなのかなと思っています。こちらね、20位という順位なんですけど、人によってはね、1位になっても何ら不思議ではない魅力に満ちたアニメですね。続いて19位ですね。こちらはフルメタルパニック不毛服です。こちらは2003年の放送ですね。こちら2018年にはアニメ4期も放送されたフルメタルパニックの2回目のアニメ化作品ですね。で、フルメタルパニックは、ライトノベルを原作にした学園ミリタリー作品ですが、原作の方はシリアス寄りの本編とギャグ多めのサイドストーリーの短編で構成されていまして、こちらの不毛服はギャグ特化のサイドストーリーのアニメ化となります。で、制作は京都アニメーションとなっていまして、京アニならではのものすごい作画、動画で動き回るキャラと、思わず吹き出してしまうようなハイテンションギャグが素晴らしいアニメでした。傭兵の主人公がちぐはぐな行動で学校をパニックにしてしまうというフルメタルパニックの学園要素を丁寧にアニメ化してくれて、本当に面白いアニメでしたね。ある程度フルメタルパニックのキャラクターを把握する必要はあるんですけど、本作から見始めてもね、かなり笑える作品に仕上がっていると思います。少し古い作品なんですが、ぜひチェックしてみてください。続いて18位は双恋オルタナティブですね。こちらは2005年に放送されましたが、大元は電撃ジーズマガジンの連載企画で6組の双子、計12名の美少女との恋愛を描くもので、二股を容認した内容で、かなり珍しい内容でしたね。ギャルゲーも発売していましたが、双子ヒロインの好感度を両方上げるという、なかなかね、こう、いっちゃっているゲームシステムでしたね。そして本作、双恋オルタナティブは、双恋シリーズの2作目のアニメ化となっていまして、1作目が、普通の美少女アニメとすると、こちらはかなり異色な内容となっています。で、アニメーション制作は、皆様ご存知の UFO テーブルで、後に空の境界やフェイトシリーズのアニメ化へとつながるタイプムーンと UFO テーブルのタッグを生み出すきっかけとなった作品なんてことも言われていますね。で、本作は双恋シリーズの双子の一組であるサラとソージュというヒロインにスポットを当てて、街のしがない探偵をしている主人公と日々の生活を送るという内容になっています。下町を舞台としたどこかノスタルジックな雰囲気、そして終盤にかけての超展開や超作画によるバトルシーンなど、とにかく異常なクオリティで作られた異色作という感じです。
まあ、知る人と知る名作といった感じで、あまり語られることが少ない作品なんですけども、後のアニメ業界を大きく変える一つのターニングポイントとも言えるアニメですので、ぜひ一度チェックしてみるといいと思います。続いて17位の発表です。第17位はパニポニダッシュです。氷川ヘキル先生が連載していたギャグ漫画が原作ですね。ベッキーことレベッカ宮本という幼女先生と個性豊かなキャラクターたちが織りなす学園ギャグアニメとなっています。全25話徹底的にシュールギャグを貫いていて、まあ、深夜なのにね爆笑したのを覚えていますね。アニメ制作はシャフト、監督は辛坊明幸という、もうザ・シャフトという感じの作風で、めちゃくちゃ遊びを入れまくっているのが特徴ですね。化け物語なんかも結構すごいんですけど、パニポニがね一番はっちゃけて画面作りをしていたんじゃないかなって個人的には思っています。まあ、シャフトがねこう真面目におふざけをしていた前世紀の作品だと思います。それとねオープニングアニメがセンス抜群なのでね、一度見てもらいたいですね。特に2クール目に入るサードオープニングのアニメーションはね、もうマジで天才のそれですね。アニメーションの動きが快感を生む感覚っていうのをね味わえると思います。2014年にテレビドラマ化された青い炎でも一部アニメーションの実写パロディなんかが作られているほどですね。こちらね素晴らしいオープニング映像ですので、本編と合わせてぜひチェックしてみてください。続いて第16位はトラドラです。やはりラノベ大好きマンとしてはこの作品にも触れざるを得ないという感じですね。トラドラのアニメですが、もう12年前ってマジでヤバすぎませんか？時間の進みがマジで早くて焦ります。本作は目つきの悪い平凡な主人公と手乗りタイガーと称されるヒロインを中心とした学園ラブコメ作品ですね。コメディ部分と終盤の恋愛面の切なさがたまらないシリーズです。ちなみに他の動画でも何回か言っていますが、僕はアーミン派です。それとトラドラのメインスタッフは後に超平和バスターズとして、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないなどを手掛ける監督永井達之、シリーズ構成岡田真理、キャラクターデザイン田中正義という黄金トリオというのも注目ですよね。12年前のアニメですが、クオリティに関しては今のアニメにも全く引けを取らないですし、2クールをしっかりと使って物語を最後まで描いてくれましたね。原作とは少し違う終わり方ではあるんですけど、それもまた良かったかなと思います。ラブコメアニメとしてずっと語られていく名作ですので、未視聴の方はぜひ一度見てほしいです。続いて第15位は舞乙女を紹介します。舞姫プロジェクトと呼ばれるメディアミックス作品の第2弾作品である本作、放送は2005年ですので15年前の作品ですね。物語は全世界の少女の憧れである乙女と呼ばれる職業を養成する学園を舞台に、その乙女を夢見る少女たちを描く作品ですね。でこの乙女っていう存在は体内にナノマシンを持っていて、そのナノマシンを使うことで武力としても格段の力を持っている存在なんです。なので物語後半では乙女になった少女同士が、まあ、戦争でね殺し合うような展開が描かれていきます。まあ、バトルあり愛憎劇あり少女の成長ありっていう感じの作品ですね。でこの舞姫プロジェクトは、まあ、ロボットアニメでおなじみだったサンライズ主導の企画でして、まあ、キャッチフレーズはサンライズ初の萌えアニメなんて言われていましたね。まあ、かなりどぎつい愛憎劇なんかもあるので、まあ、純粋な萌えアニメにはね全く慣れていない感じだったんですけど、まあ、ただねこうサンライズ特有のエフェクトをバリバリに効かせたバトル部分とか、まあ、SF 部分とかの世界観の深さなんかも結構あって、まあ、いくつかね欠点はあるんですけど、個人的にはねとても好きなシリーズですね。それとスターシステムを採用することで第1作目の舞姫のキャラクターも第2作目のアニメの方にがっつり登場するっていうのも面白かったです。でこちらの舞姫は現代日本を舞台にした異能力を持った少女たちの学園もので、まあ、中盤からねこうバトルロイヤルが始まったりして、結構ね面白い作品ですね。まあ、個人的にはね舞乙女の方が OVA を含めた全体的な満足度が高いので、今回の動画ではこちらをランクインしました。美少女たちが戦う作品が見たい人に、ぜひおすすめしたい作品ですね。続いて第14位は機動天使エンジェリックレイヤーです。アニメ放送は2001年なのでほぼ20年前のアニメですね。こちらはクランプの漫画を原作としたアニメ作品です。物語としては自分でカスタマイズしたエンジェルと呼ばれる人形を動かして戦うエンジェリックレイヤーという新感覚格闘ゲームが普及した日本を舞台に、そのエンジェリックレイヤーにのめり込んでいく主人公の少女とライバルたちとの死闘、そして主人公の母親とのつながりを描く物語ですね。
まずこのエンジェレックレイヤーという格闘ゲームがとても面白く描かれているっていうのがいいんですよね。こうゲームトーナメントを通して気弱な主人公がゲームプレイヤーとして成長しつつ人間としても魅力的になっていく姿が素晴らしいんです。そしてエンジェリックレイヤーというゲームが生まれた背景やその中で描かれる家族の絆など泣ける人間ドラマもポイントの一つですね。でこちら20年前の作品なのでなかなかね見る機会もないかなと思うんですけど、ぜひね気になった方は見てもらいたいですね。ちょっとね自分も久しぶりに見返したい気持ちになりましたね。それでは続いて13位の発表です。クランプつながりっていうわけではないんですが、第13位はコードギアス反逆のルルーシュですね。まあ、みんな大好きコードギアスですが、やはりリアルタイムで見た時の面白さったらなかったですね。ギアスという異能力に加えて、ナイトメアフレームのロボット戦闘、学園ものや戦争ものとしての面白さと、エンタメの魅力をこれでもかと叩きつけてきた作品でした。かなりね、展開的にこう無理があるだろうっていうところはあるんですけど、まあ、勢いでね、一気に駆け抜けていくところとか、1話1話で物語が大きく動いていくところなど、オリジナルアニメらしい先の展開がわからない部分が最高でしたね。そしてやはりコードギアスは主人公のルルーシュが魅力的すぎましたね。ダークヒーローでありながら抜けているところもあったり、人間味あふれる人物像で魅力あふれるキャラクターでした。コードギアスって結構派生作品がいろいろあるんですけど、そのどれもがね、独自の世界観で面白いんですけど、やはりね、ルルーシュが主人公をやっている反逆のルルーシュが個人的には一番好きですね。2019年には復活のルルーシュと題して続編映画が公開となりましたが、皆様的にはどうだったでしょうか。まあ、テレビシリーズを一部否定する部分もあって、まあ、賛否両論っていう感じでしたが、個人的にはね、お祭り感がありましたし、シリーズの締めくくりとしてはとても良かったかなと思っています。アニメの面白さをたっぷり堪能できる作品ですので、見ていない方はぜひとも見てほしいですね。1期2期合わせると50話近くあるんですけど、見始めたらねマジで一気に見てしまうと思います。続いて第12位の発表です。第12位は、まあ、これまたロボットものということで早急のファフナーですね。こちらは地球外生命体であるフェステムと呼ばれる存在と戦争を繰り広げる近未来が舞台で、ファフナーと呼ばれる人型ロボットに登場して戦う少年少女たちの葛藤を描いた SF 作品ですね。放送は2004年の作品なんですけども、今なおシリーズ展開しているアニメ作品です。まあ、15年以上も根強いファンに支えられているとても珍しいシリーズだと思います。外伝エピソードのスペシャルアニメや劇場映画2度目のアニメ化などを経て、2020年現在続編である早急のファフナーザ・ビヨンドが劇場公開をしています。基本的には全て続きものなので、シリーズを追うならまずは2004年放送のアニメ1期から見る感じですね。で、脚本は一般文芸でも人気の産方東先生がアニメ1期からずっと手掛けています。内容に関してはもう正直かなり難しいですし、めちゃめちゃ重たいシリアスな内容になっています。まあ、2000年代前半にあった謎の用語をぶち込みまくった意味深な物語を地でいくっていう感じで、世界観を理解するのは結構時間がかかるかもしれません。それと少年少女が乗るファフナーという兵器が乗れば乗るほど命を削っていって、まあ、最後にはね、登場者の肉体を結晶化して消し去るという過酷なもので、ロボットものの中でもね、相当きつい設定になっていますね。まあ、主要キャラクターもね、ガンガンいなくなっていくので、アニメの続編が作られるたびに、まあ、どうせみんないなくなるっていう気持ちになると思います。ただ、その分物語に入り込んだ時の感情移入度はね、めちゃめちゃ高くて、沼にはまった人はね、抜け出せないと思います。だからこそ15年以上も愛されている作品なんですよね。で、アニメ1期序盤はファンでも賛否両論ある内容なんですけど、しっかりと練り込まれた世界観の中で苦悩する人々のドラマと日常の大切さを描いているアニメですので、ぜひ見てもらいたい作品の一つです。続いて第11位の発表です。第11位はエアーですね。自分は青春時代をキー作品に捧げた人間なので、やはりねこの作品は欠かすことができないですね。泣きゲーとして生まれた本作なんですけども、アニメでもその破壊力たるや、今でも終盤のシーンを見るだけで泣いてしまうほどです。原作はゲームメーカーであるキーということで、まあ、最近ね、神様になった日という作品がアニメ放送決定となって話題となっていますね。あちらもね、キーのメインシナリオライターである前田純脚本ということで、要注目な作品です。で、エアーの方に話を戻しますが、アニメ制作は京都アニメーションですね。まあ、京アニの初期作品で、京アニの知名度を一気に押し上げた作品の一つでもあります。
美麗な風景描写やキャラクター描写の丁寧さ、クライマックスの盛り上げ方など、とにかくね、素晴らしいとしか言いようがないです。ゲームクリアは、まあ、数十時間かかる作品なので、まあ、アニメワンクールで内容的に理解しづらい部分っていうのはね、正直あるんですけど、それでもね、全体の演出力とか作画動画クオリティの高さなど、どれもがね、一級品な作品に仕上がっています。で、泣きのね、瞬間風速で言えば、まあ、その他のアニメの追随を許さない破壊力がある作品ですので、アニメで泣きたいっていう人は絶対に抑えてほしい作品です。結構ね、キャラクターの絵柄で拒否感があるっていう声も聞くんですけど、ぜひね、見てもらえると嬉しいです。続いて10位から4位までを紹介していきたいと思います。王道の人気アニメから個人的に思い入れの深い作品が混在してきて、結構ね、個性が出たラインナップになっていると思います。それではまずベスト10から紹介していきましょう。第10位は宇宙のステルビアです。放送開始は2003年で、2クールもののアニメとなっています。本作は西暦2167年に超新星爆発によって未曾有の大災害が地球を襲ってから、さらに189年後の未来を舞台にした SF 学園ものとなっています。超新星爆発の第2波が襲ってくることに備えて、人類が宇宙に建造した宇宙ステーションの一つが舞台となっていまして、それがタイトルにもあるステルビアとなっています。そしてステルビア内には宇宙飛行士を養成する学校があって、まあ、本作はそこに通う少年少女たちの成長と活躍を描く青春作品となっています。本作は地球規模の大災害に立ち向かう人類の姿を描く大河ドラマとしての面白さが一つのポイントですね。作中に登場する大人たちがそれぞれの役割をきちんとこなして子供たちを導いていくっていう点も素晴らしいんです。そしてそんな大災害を間近に控えながら、学生として宇宙を夢見る少年少女たちの挫折と成長をしっかりと描いた学園ドラマも魅力的なんです。学園では落ちこぼれだった主人公が徐々にその能力を開花させ、それが最終的には人類存亡に関わる立場につながってしまう。物語終盤での極限状態でのプレッシャーを仲間と共に乗り越えていくっていうのがとても感動的なんですよね。それとね、やはり宇宙という舞台設定そのものがとてもロマンのある舞台になっているっていうのがいいんですよね。まあ、アニメの宇宙学園ものってね、結構少ない印象なので、これからね、もっと増えてほしいなって思っています。 SF 学園ものが見たい方にはぜひともチェックしてもらいたい作品ですね。続いて一桁の順位に入っていきます。第9位の発表です。第9位はカレイドスターです。こちらも2003年放送のアニメですね。1期2期合わせて51話にもわたる大長編のオリジナルアニメとなっています。題材となっているのはアニメでもかなり珍しいサーカスとなっていて、サーカスやミュージカル、あとはね、マジックなんかのエンタメ要素を組み合わせた独自の舞台カレイドステージを運営するアメリカの劇団が舞台となっています。その劇団に日本人の少女がオーディションに挑むところから始まる作品ですね。で、本作の素晴らしいところは、やはりね、51話も話数をかけて描かれる登場人物たちの強烈な熱量ですね。登場人物たちがぶつかり合いながら一つの目標に向かって舞台を作り上げていくっていうのがとてつもない情熱で描かれているんです。素人の主人公が一つ一つの問題を努力で乗り越えていく熱さ、仲間との衝突なんかも描かれていて、人間関係の難しさも表現されているっていうのが魅力的ですよね。それとサーカスを題材にしているだけあって、幻想的な舞台をアニメで表現しているっていうのが見ているだけですごいワクワクするんです。で、放送当時はね、木曜の5時半ぐらいから放送されていて、もうリアルタイムで見るためにね、速攻で家に帰ってましたね。で、大長編のアニメなのでなかなか見るきっかけがないかと思うんですけども、絶対に損はさせないアニメになっています。夢を追うことの感動が味わえる素晴らしいアニメになっていますので、ぜひとも若い方にこそ見てもらいたいですね。続いては第8位ですね。第8位は公共試験エウレカ7です。放送は2005年なのでちょうど15周年ですね。現在もシナリオをリメイクした劇場版アニメが制作されるなど、長く愛されているオリジナルアニメ作品ですね。まあ、有名どころなので細かい内容は解説しませんが、まあ、めちゃめちゃざっくり言うと世界系 SF ロボット作品っていう感じですよね。まあ、いわゆる新世紀エヴァンゲリオンから始まるロボット世界系アニメの血脈を受け継いでいる作品で、ミステリアスな美少女ヒロインと彼女を守りたい主人公とが世界規模の問題に直面していく感じです。
まあ、本作の魅力は何といっても全50話という大長編アニメらしいキャラクターの感情の積み重ねなのかなっていうふうに思っています。まあ、ヒロインを助けたいのにその力を持たない情けない主人公が挫折と後悔を繰り返した先に成長していく姿が本当にね、涙が出るほど切実に描かれているんです。というかね、マジで最終話まで主人公グダグダ言ってますからね。ただね、その青臭さがね、すごいいいんですよね。もちろん物語すべてで主人公が情けないっていうわけではなくて、まあ、上げては落とし、上げては落としを繰り返して少しずつ成長していくっていう感じですね。まあ、本作はね、こうクソガキが大人の階段を登って無機質なヒロインが純粋な少女に戻っていく、そんなね、恋愛部分がとても魅力的な作品なんですよね。またロボットの戦闘描写もとても面白いっていうのがポイントですね。こう波に乗るように空を飛んでいく戦闘描写っていうのは圧巻ですね。で、現代制作されている劇場版とか、まあその他にもね、派生作品が結構あるんですけど、まずは本編となるこちらのアニメを見てもらうのがいいかなと思います。世界系 SF 恋愛ロボット作品が見たい方はぜひ見てください。続いては第7位の紹介です。第7位はノエイン、もう一人の君へです。こちらはね、かなり個人的な好みが出ていると思います。もう全然知らないっていう人がいても全然おかしくないですね。2005年に2クールで放送した作品です。中学受験を控えた小学6年生の主人公と彼の幼馴染であるヒロインが未来と現実が交差する世界の存亡をかけた事件に巻き込まれていく SF 作品となっています。本作のキャッチコピーは、僕の大切な人を奪いに来たのは僕だったという秀逸なもので、まあ、このキャッチコピー通り幼馴染のヒロインが謎の黒いマントの集団に襲われるところから物語が始まるんですけども、まあ、その中の一人が未来の主人公であるというところが、まあ、1話目から明かされるんですね。なぜ未来の主人公が幼馴染を奪う必要があるのかという部分が世界規模の問題へと展開していきます。まあ、いわゆる世界系というやつですね。で、本作はパラレルワールドやタイムトラベル、無限にある時空など様々な SF 要素をぶち込んだ作品となっていまして、まあ、物語自体がね、かなり難解な作品となっています。なので結構見る人はね、選ぶ作品かなと思います。ただね、こう映像面のダイナミックな動画もあって、まあ、話数によってはね、こう原画マンの個性がガンガン出てものすごい迫力のある映像に仕上がっています。まあ、難解な SF 作品ではあるんですけども、シナリオ面、映像面ともに長く語られるべき作品だと思いますので、まあ、この動画で初めて知ったという方はぜひチェックしてみてください。ただね、現在動画サイトで配信しているのはバンダイチャンネルだけなので、まあ、その点だけがね、ちょっと面倒なので注意です。続いて第6位の紹介です。まあ、6位もね、またまた SF ものということで、プラネテスを紹介したいと思います。というかね、2000年代前半の SF もののアニメにどっぷりハマってしまっていた時期があったので、まあ、この年代でおすすめアニメを選ぼうとするとね、SF 系にすごい偏ってしまうんですよね。で、このプラネテスも例に漏れず宇宙ものとなっています。原作はモーニングで連載されていた同名の漫画ですね。近未来の宇宙を舞台に、宇宙開発で宇宙空間に散らばってしまったゴミ、スペースデブリを回収する仕事をするサラリーマンが主人公となっています。本作の素晴らしいポイントは、まあ、宇宙というロマンあふれる舞台でありながら、サラリーマンとしての世知辛い仕事事情を描く点でしょうか。夢と現実の間で揺れ動きながら、夢を捨てきれない人々の宇宙での日常がリアリティあふれる映像として作られているんです。まあ、プラネテスを見るとね、本気でこういう世界がいつか来るんだろうなっていう気持ちになります。まあ、その時代に僕が生きてるかっていうと、まあ、ちょっとね、微妙なところではあるんですけど、まあ、コミカルさとシリアスさ、そして感動に震えるシナリオが美麗な映像と音楽で彩られる傑作と呼ぶにふさわしいアニメーションですので、ぜひチェックしてみてください。続いて第5位の紹介です。第5位は学園戦記無料です。これもね、全然知らねえっていう声が聞こえてくるんですけど、プラネテスと同様に NHK で放送された作品ですね。本作もジャンル的には SF 系の作品ですね。2000年代前半の NHK アニメって、まあ、他にもね、無人惑星サバイブとか2つのスピカとか、まあ、名作 SF アニメがね、大量に生まれていたんですよね。で、本作もその中の一つですが、まあ、ある意味ではね、純粋な SF 系の作品とは言えないかもしれません。個人的な解釈ですが、本作は日常が非日常に打ち勝つ物語というのが一番しっくりきます。本作は西暦2070年の日本のある町を舞台にしていて、
その街で繰り広げられる宇宙人たちの暗躍と、その侵略者から地球を守るその街の住民たちの使命を描くんですけども、主人公はね、全く無関係の中学生なんですよね。何の因縁もなく、何の能力も持たない普通の少年が、数千年をかけて紡がれる宇宙人にまつわる事件に巻き込まれていくんです。なんかね、普通ならものすごい壮大な物語になりそうですよね。ただね、本作は壮大は壮大なんですけど、物語の軸にあるのはね、普通の日常なんですよね。非日常的な事件が起きても、それでも普通の日常を過ごす、成熟した人間の強さを感じる作品なんです。作中の雰囲気もね、とてもまったりとしていて、独特の味があるんですよね。言葉にするのはかなり難しいアニメなんですけど、見ればわかるその魅力という感じなので、ぜひね、1話を見てください。古いアニメなんですけども、Dアニメストアなどでも配信していますので、見るのはそんなに難しくないと思います。続いて第4位ですね。第4位はガンソードです。この作品もまたまた SF 系の作品なんですよね。どんだけ好きなんだっていう感じなんですが、本作は痛快娯楽復讐劇と銘打って放送されまして、物語はとてもシンプルで、最愛の女性を殺されてしまった主人公がその犯人を追って復讐を果たすまでをコミカルに、そしてドラマチックに描く作品ですね。ちなみにこんなビジュアルなんですけど、ロボットバトルものです。スーパーロボット対戦にも何度も登場しているので、知っている人の方が多いですかね。本作の魅力は何といっても、バカな主人公と個性豊かな仲間たちが世界中を旅しながら復讐相手を探す珍道中でしょうね。熱いロボットバトルはもちろん、シリアスで泣けるシナリオやコミカルで笑える展開が2クールにたっぷりと詰まっています。主人公に復讐心という芯が通っているので、物語がね、めちゃめちゃわかりやすいんですよね。復讐系の物語の一つの答えを完璧に描いてしまったので、これ以上の復讐ものを作り出すっていうのはね、相当難しいと思います。痛快娯楽復讐劇というキャッチコピーに一切の偽りなしのアニメですので、ぜひ未視聴の方はチェックしてみてください。いやー、調子に乗ってね、ちょっと20作品も選んでしまったせいで、結構な動画の長さになってきましたが、ついにトップ3までたどり着きました。ここからはね、もうどれもが自分の中でナンバーワンと言っても過言ではない作品ばかりです。ジャンル別に1位の作品を紹介していく感じでいきたいと思います。それではまず第3位からです。第3位はアリアです。原作は天野梢先生が描く同名漫画ですね。近未来ヒーリングファンタジーとして2005年にアニメ第1期が放送されました。その後も人気を集めて、2006年にアニメ第2期、2008年には完結編となるアニメ第3期が放送されました。その他にも2015年に OVA シリーズの劇場公開など、多くのファンに愛されているシリーズですね。本作はテラフォーミングによって水の惑星となった火星に、現実のベネチアを模して作られた街、ネオベネチアが舞台となっています。ゴンドラに乗って街を案内する水先案内人、ウンディーネを目指す少女たちの優しい日常を丁寧に描く日常系作品ですね。で、本作の魅力は何といっても、物語の優しい雰囲気にとにかく癒されるっていうことですね。登場人物たちの些細な日常を丁寧に描いていて、とても優しい気持ちになれるんです。作中で流れる穏やかな BGM も相まって、いい意味で睡眠導入剤的な作品と言えます。それとね、こうハッとするような名言が飛び出したりしてきて、改めてね、こう日常の大切さを実感できる瞬間があるのも本作の素晴らしいポイントだと思います。基本的にはショートストーリーで物語が描かれていきますので、1話1話を気軽に見れるっていうのもいいんですよね。日々疲れている現代人はアリアを見てストレスを解消するのはマジでおすすめです。そんなアリアですが、テレビアニメ放送15周年記念プロジェクトとして、2020年冬に完全新作アニメの公開が決定しています。一体どんな物語が描かれるのか、もう今から本当に楽しみなので、まだ未視聴の方はテレビアニメシリーズを見て、素敵なひとときをご一緒しませんか？ということで、第3位はアリアでした。続いて第2位の紹介です。第2位はクラナドです。第11位のエアーに引き続き、ゲームメーカーキー原作、アニメ制作京都アニメーションのコンビが送る学園青春&社会人ものの恋愛作品ですね。京アニの丁寧な映像作りと合計4クールにも及ぶ長い物語も相まって、終盤の感情移入度が半端ないことになるアニメです。原作ゲームの方も大好きで何回もプレイしているんですが、場面場面の瞬間風速っていうのはね、アニメの方がすごいって思うことが多いです。映像と音楽、そして役者さんの演技が噛み合った瞬間に心を揺さぶる感動が味わえるんですよね。
本作は主人公たちの学生生活を描く第1期と、メインヒロインの古川渚との同棲生活、そして社会人として働く主人公の姿を描くアフターストーリーの2部構成となっています。やはりね、個人的に強く印象に残っているのはアニメ2期のアフターストーリーの方ですね。後半部分はね、もう涙をボロボロこぼしながらアニメ見てましたね。で、蔵謎は人生なんて言われているんですけど、家族愛をテーマにした物語は登場人物たちの人生をしっかりと描いていると思います。泣けるアニメが見たい人、家族愛を描くアニメが見たい人は絶対に見てもらいたいですね。ということで第2位は蔵謎でした。そしてついに第1位の紹介ですね。いやもう長かった。第1位はスクライドです。まあ、年代目いっぱい遡った感じになりますが、2001年の放送作品です。蔵謎からスクライドっていう振れ幅がやばい感じなんですけど、本作はとにかく男同士の殴り合いがとにかく熱いんですね。で、少年心を燃え上がらせるような異能力者たちのバトルに本当に燃え上がりましたね。で、本作はロストグラウンドと呼ばれる未曾有の災害によって崩壊した近未来の日本が舞台となっていて、そこで生まれたアルター能力者という異能力の使い手たちが生存と人権をかけて争っているという世界観となっています。本作で語る上で欠かせないのは、生まれも価値観も全く違う2人の主人公ですね。ロストグラウンドで生まれた荒くれ者のカズマと、上流階級の生まれでありながら己の正義を信じてロストグラウンドの統治を行う組織に所属するリューフォー、お互いを宿敵と感じて時にぶつかり時に手を組みながらロストグラウンドの裏側で暗躍する者たちと対峙していく、このね、男2人の熱いドラマがめちゃめちゃ魅力的に描かれていきます。前編通してこのライバル関係が物語の軸にあって、最終回なんかはね、もう死ぬほど熱いバトルが見れます。もうラストバトルに関してはね、これからもずっと語られ続けていくと思いますね。20年近い年月が経っても色褪せることのない熱いアニメなので、名前だけ知ってるっていう方はね、ぜひとも一度見てほしいですね。一点注意が必要なのは、2011年にスクライドオルタレーションという再編集版が劇場放映されたんですけど、こちらもね、結構ダイジェスト気味になっていて、ファン向けの作品なので、あくまで最初に見るならテレビアニメ版を見てください。燃え上がるような熱いドラマで自分の拳を握りしめたくなると思います。ということで、2000年代名作アニメトップ20の第1位になったのはスクライドでした。マジで熱いアニメなので、ぜひとも見てほしいです。はい、ということで、個人的に思い入れの深いアニメをランキング形式で紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。こうやってね、一覧で見るとね、かなり好きなジャンルが偏ってるなっていう気がしますね。というかね、SF 系のロボット作品がめちゃめちゃ多いですね。ただね、個人的にはそこそこ個性も出つつ、王道作品も抑えたラインナップになったんじゃないかなと思っています。これは見たいと思ってもらえるととても嬉しいですね。それとね、あの名作がないんだけどって思った方は、ぜひコメント欄で布教活動をしてもらえると嬉しいです。今回はね、2000年から2009年までに限定しましたが、反響あるようでしたら2010年以降の作品もまとめようと思っています。それでは今回はアニメランキング動画をお送りいたしました。また次の動画で会えることを祈っております。バイバイ。